早速ですが今から質問をします。5項目質問をしますので、その中で1つでも該当する方はパターの長さに問題があるかもしれません。それではいきます。まず1つ目、パターでダフってしまうことがある。右に外すことが多い。左に引っ張ってしまう。ロングパットはショートしてしまうことが多い。短い距離でも入る気がしない。ということで、該当する方いらっしゃいますか？一つでも該当する方、もしかしてパターの長さが長いかもしれません。ということで、今日のお話はパターの長さについてお話ししていきます。こんにちは、ゴルファーズメディアラボパターフィッターの堤です。いつもご視聴ありがとうございます。皆さん、お店でよく売られているのが33インチ、34インチが多いですよね。ただその長さそのまま使ってて大丈夫かなっていう方結構多いんです。で、今回はこちらのメニューでお話ししていきます。パターの長さが合わないと起きる問題、基本的な目安ポイント、自分に合う長さの見つけ方、長さを変える時の注意点、この4項目でお話ししていきます。もし今この長さ合ってるのかなっていうふうに思ってらっしゃる方、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。ではまず1つ目の長さが合わないと起きる問題、そこでご覧いただきたいんですが、私が長い、ちょうどいい、そして短いという状態でパターを打ってみました。長さによってアドレスがこんなに違うのが分かりますか？そしてこれをまずストロークをしてみます。そうするとそれぞれ動きが微妙に違うんですね。こちらテイクバックの状態なんですが、長いとテイクバックが小さい、そしてストロークが少し早いですね。ちょうどいい、そして短いになるとテイクバックの長さはそんなに変わらない、タイミングも変わりませんね。そしてフォローになった場合、長いものと短いもののフォローの長さについては真ん中のちょうどいい長さより少し少ないですよね。そしてアドレスをした時、構えた時にどうなっているかなんですが、長い時は体が立ってしまっている、前傾が少ないですね。そうすると肘と体がついてしまっているような感じです。一番短いところを見ていただきますと、前傾が強すぎてしまって肘が体についてしまっているような状況です。それに比べて真ん中を見てみてください。ちょうどいい長さになると懐に少し余裕があるのが分かりますか？この余裕があることで上体が動きやすくなる。この動きやすくなった状態からパターの性能が活かせるということになります。いつもお話ししている頭半角、この動画、このチャンネル見ていただいている方はもうご存知だと思うんですが、この頭半角が方向性を良くするというものだというお話をさせていただいています。このヘッドの性能を活かすには、やはり長さが合っていないとその性能が力を発揮できないということになるんですね。いくらいいパターを買ったとしても長さが合っていないことで台無しになってしまうということなんです。そしてさらにこちらをご覧いただきますと、方向性、来角、打点位置がずれたり、ヘッドの開閉度合いがうまくいかない、軌道もその都度違う軌道、ダフったり距離感が合わなかったりということがあります。このパターをそのまま使い続けて練習していても、改善はしにくい、逆に悪い癖がつきやすくなるので、そこはご注意いただきたいと思います。では次に基本的な目安、そしてポイントについてお話します。目の真下にボール、そして身長と長さの目安というところなんですけれども、基本的にはですね、私パターフィッティングをさせていただいている時も
まずパターフィッティングでは長さから決めるんですね。でやはり先ほども申し上げた通り、そのヘッドが十分に力を発揮できるのは適した長さになるわけです。可動域を広げてあげるということが大事なんですね。アドレスを構えた時に目の真下にボールが来るというのが基本です。そしてもう一つポイントとしてはこちらをご覧ください。こちらもパターの長さの目安です。身長でだいたい分けているんですが、これも絶対の数値ではないので気をつけてください。目安として考えていただきたいんですね。でこれはこの身長だからこの長さではなく、それぞれ皆さん構え方が違うので、大体の目安として33、34っていうのを選んでいただきたいんですが、大体170センチの方で33インチにする方の方が多いと思います。170センチ以下の方は32インチ台も合う方もいらっしゃいます。ということで自分に合う長さの見つけ方、まずお店では33とか34インチが多いですよというお話をしました。170センチぐらいの方だったら33インチから試してみてください。アドレスをした時に目の真下にボールが来てるかどうか、そして近づいてるかどうかで大丈夫です。懐が少し開いて、そして可動域があるかどうか、その状態がゆったりしてストロークできるかどうかっていうのを試していただきたいと思います。その他の身長の方、それよりも短い状態でもって試してみてください。33で少し体に腕がついてしまうようであれば少し短めがいいかもしれません。状態が動きやすくなったのか、可動域が大きくなったかっていうのを感じてみてください。そして長さを変える時の注意点、これはですね、今持っているパターを短くすればじゃあいいんじゃないのっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですが、34インチを33にそのまま切ってしまうと今度はですねヘッドが軽くなってしまう可能性があるんですね。でこちらをご覧いただきたいんですけれども、30センチ物差しにボールをセロテープでつけている状態です。これをですね、一番先端を持つとヘッドが重くなるというような現象ですね。これを少し真ん中を持ってみましょう。そうするとヘッドの重さを感じていないということになります。これと同様にやはりパターもヘッドの部分短く切ってしまうと軽く感じてしまう可能性があります。今の状態のまま逆にシャフトを変えて長くしてしまうとヘッドが重く感じる可能性があります。そうすると動かしにくくなる可能性もあるので、長さを変えるときは感じ方が変わりますので、そこは気をつけてください。パターの長さがゴルファーの方にあって初めてヘッドの動きが活かされます。いつもお話ししているトーハング角も長さがあった上でそのトーハング角を合わせることでさらに方向性が良くなるというものになります。ポイントは他にもいくつもあるんですが、一番最初に長さ、そしてトーハング角、その後にまたいろいろ合わせることがあります。まずは長さから合ってるかどうか確認してみてください。ということで今日はパターの長さについてお話ししました。これからもパターについていろいろとお話ししていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。